塾も移動するわけです。この時期だから。この時期がこっち側に、こっち側に移動してから、ストップ。もう行ってる間。でも、バット当てられる範囲が増えた。でも、顔が突っ込んでしまったり、こうなるわけです。でね、これで、打ってるバットも実は本音たくさん。このままで、打ってるバットもたくさん。そうではなくて、これピッチャーのバットなのかもしれないけど、新しいな。ニジックにしても、顔突っ込んでるとか言うて、言われたり、それをね、ステージをちょっといろいろ、ピッチャーのこととかいろいろ考えたりしようから、そうじゃなくて、ステップっていうのは、L 字でステップをしてるんじゃないかな。骨盤がパンチを出しやすいように、骨盤が回りやすいように、骨盤を回してから、そしてこの軸に打ち捨てるんじゃないか。だから、打ち方としたら、こっち側ではなくて、L 字にステップをしているんじゃないか。骨盤がパンチを出しやすいように、骨盤が回りやすいように、骨盤を回してから、そしてこの軸に打ち捨てるんじゃないか。だから、打ち方としたら、こっち側ではなくて、こっちが正面やって、こっち側に抜けてるんじゃないか。こういう考えなんですね。そういうことにすると、軸が二軸はってことは間違いないね。二つの軸で言ってんねん、みんな。だから、大谷とかもこっちで、こっちでこうやって打つ練習してるでしょ。その時に、ステイカットって言われる。後ろ大きく前小さくですよ。あれ連続写真ってあるじゃないですか。はい、あれをね、バットのヒットを構えからフィニッシュまで線を引くんですよ。赤ペンでずっと、はいはいはい。その線が直線にして長いやつがいいバッターです。まっすぐしてるやつが一番悪いバッター、悪いバッターというか結果が残ってないバッターはここからピュッて出てきてます。こうピュッていいバッターほどこう回ってきてます。バットの根は長いです。王さん長いですよね。王さんめっちゃ長いですよ。長いですよね。僕王さんに持っていきましたもん、本を。いや王さんね、これで最短距離はおかしい。みんな鵜呑みにしてこうやって振りますよっつって。確かにテイクバックからインパクトまでに大きな軌道を描いている。これができない。こっちが正面やってもこっち側に抜けてるんじゃないかって、こういう考えなんですね。そういうことにすると、軸が二軸はってことは間違いないね。二つの軸で打ってんねん、みんな。だから大谷とかもこっちでこっちでこうやって打つ練習してるでしょ。その時にステイカットって言われる。で顔を残しなさいって言われる。こっち側軸からこっち側軸打つとしたら絶対打って押すんやけど、その時にこっち側軸打つこなくなる。練習してるでしょ。その時にステイバックって言われる。で顔を残しなさいって言われる。こっち側軸からこっち側軸打つとしたら絶対打って押すんやけど、その時にこっち側軸打つこなくなる。後ろに顔を残せるから、ここから平行やったら、ここからこっち残さなくなる。平行やったらこうなる。グラングランやん。すごい打ちにくい。平行に取ったらで、それをこっち側に L 字にして、L 字にすると
とこの返しが軸を移動させても近いところに行ってくれたらアクセスになるのか。これまあ待って。バットを振るとき体の後ろを通します。一方落合さんは体の後ろを通さずバットを上から下に振り下ろすのが基本だといいます。俺の中でのバットの出す場所が違うもん。これそこには絶対出さない。これ完全に体の後ろだもん。この返しが軸を移動させても近いところに取ってくれたらアクセスになるのか。これまあ待ってでしょ、平行に取ったらな。でそれをこっち側に N 字にして N 字にするとこの返しが軸を移動させても近いところに取ってくれたらアクセスになるのか。これまあバッティングのねちょっと考え方の話で、ただスクエアに構えてる人たくさんおるやん、会話の中で。で、あの人たち何なのか、広島カープね、ステージスクエアに構えてるよ、構えてるよ。で、普通に言ってるよ。でもあの人リジクなの、リジクで言ってるの。でもリジクで言っても何もおかしくないの。あの人は、あの人たちみんなそうなんだ。あの人たち何が違うかって、さっきの二軸はこうしたいんだ。こうした方がフォローするも大きくなるし、スイングスピードが上がるんだ。引き戻すことができる、引き戻しができる。パンチで例えたらパンチこうではなくて腰が回った後にパンチを加える。こっち軸に移してからこういう、わかる、パンチの強さみたいな。一軸にして一軸やったらこういうパンチ、頑張ってこういうパンチ、二軸にしたらこういうパンチ。先生は言ってるのは一軸と二軸のところを両方兼ね合わせてこっち側軸に移してあげると何のパンチが出るか、このパンチを出した後回せる。わかる？このパンチを、このパンチ、前に突き出したやつに回転方向を加えて引き戻す。円運動のパンチ、円運動のパンチ。腰の回転を時間を追って調べた。多くの日本のバッターは一定の速さで腰が回転している。一方吉田はボールを捉える直前まで腰をほとんど動かさず、打つ瞬間に一気に回転させている。腰の爆発力が並外れた力を生んでいた。
日本の選手の加速の仕方というのは、まあ、順番に徐々に加速させていくっていうようなやり方なんですけども、吉田選手のようなあの外国人によく見られる打ち方というのは、まあ、あらかじめバットがを加速しやすいところに置いておいて、で最後に一気に腰と肩をガッと回していくような打ち方になっていて、まあ、一気にこう力を発揮できると、もう日本人には無理だっていうふうに思って、引き戻しの要素を加えて、うん、見て、この L 字にこう踏み出す、いくよ、一軸の回転、L 字にしてこっち側からこっち側に移してから引き戻して、こっち側からこちらに移して、これを超加速グラッチ、これ呼んでるわ、分かってくれた、この陸から出れば二軸で打ってたけど、上手な選手はこのほら、つくやん、まっすぐのままでも股関節が柔らかかったら自分で出せるねん、こうは出せるから、打つときに自分でずらして動ける、自分でずらして動ける、はい、ピッチャーに見えていくと、うん、不利になる、早い段階でここが見えていくと、うん、あまりいい結果を望めない、おヒットはあまり打てない、はい、ピッチャーに見えていくと、うん、不利になる、早い段階でここが見えていくと、うん、あまりいい結果を望めない、おヒットはあまり打てない、
外に入れなさいって、特に最近プロ野球で言われますけど、外に入るわけなんですよ。昔の落合さんとかの打法を見てください。落合さんなんかは力を抜いてスッと手だけ出すだけなんじゃないかな、ね、スッとラインに入ってるわけなんです。で、よく最近テレビで、テレビとかね、いろんなところで話ができるんだけど、バッティングの時に手を消毒しなさい。どうやって引っ叩く？こう引っ叩く？痛い？いやそんな痛くないです。お痛いです。このスピードと、はあ、ここにある手が、はあ、ちょっとでも動いた、どっちが力入る？動いてからの方が入るでしょ、はあ。バッティングなんでここからそのまま振っちゃうの？あ、なんかよく最短距離とかよく。最短距離っていうのは、はあ、要は遠いとこからいかにしてロスをなくしてここのスピードを速くするっていう。だから長ければ長いほどいいんだよ。はあ、ただこう回るのかこう来るのか。引っ叩く、こう引っ叩く、痛い？いやそんな痛くないです。お痛いです。このスピードと、はあ、ここにある手が、はあ、ちょっとでも動いた、どっちが力入る？動いてからの方が入るでしょ、はあ。脱力をして新二軸に入ってるから自然とバットがラインに入った後手をつきのこの返しをやってる。なんでそのズレが起きるかというと、いろいろところで話が出てるんだけど、バッティングの時に手を操作しなさい、手を操作しなさい、手から出すなさいっていう、あれっていうのは脱力をして新二軸に入ってるから自然とバットがラインに入った後手をつきのこの返しをやってる。なんでそのズレが起きるかというと、脱力をする感覚っていうのは身につけることができない。脱力の感覚、脱力を抜くっていうのは脳では確認できない。自分の感覚ではない。力を入れるのは意識できるけど、無意識の状態や脱力、無意識じゃなければ脱力できない。だから無意識やからこそそこの感覚ができる。分かってくれた？だから下半身から下半身が言われるやん。下半身の右腰を入れてからの基本です。まあこれバッティングにも強いと思うので、バッティングの人はちゃんと見てみてください。引き戻しをするときに、さっき胸骨の柔らかさが大事なんですよってさっき話をしたけど、引き戻して胸骨が下がっているとき、超加速のスクラッチができないんです。で、ポンとかも出て、4月の時に話をしたら、ポン、あのポンっていうのは、そのポンをしたおかげで脱力して、この形を無意識で作らせる方法。
そあと引き戻しさえすれば勝手にバットがこのゾーンに入る。でこれがピッチングも同じで、ピッチングの時にはこれがピッチングも同じで、ピッチングの時にはポンポンしたらその二軸の状態に入りやすくなるんですね。ポンをしすると前にぶら下がって踏みにくいです。ポンをして後ろにこう入ってくれるんですね。かかとはポンをかかさないようになって、かかとが地面から離れなくなって運ぶことができます。そのおかげでピッチングに立てると入った後すぐに手が動いてしまうと突っ込みになりますので、この時に胸を張ることによって時間を調整してくれるんです。胸の張りがなんか大きいけど調整してくれてから外側に引き戻しができる。ちょっと難しかったと思うけど、なので胸郭の柔らかさ、それから力を抜くことのバッティングの力を抜くことの下半身は回さなければいけないけども、つま先から回ってもらってかかとの方ね、かかと指導の、はい、それから骨盤が今までバッティングで今いい人は直すから今まで通りやる。バッティングで悩んでいる人は今言ったようにクローズにすればするほど、ね、スクエアがクローズにすればするほど今の理論は使えません。難しくなる。二軸にするのが難しくなる。なのでクローズでも結果を出せている人はもしかすると将来だんだんと股関節が硬くなってきたり筋肉とか支障が出てくると一気にパフォーマンスが落ちるという可能性がある。その時にオープンの方が能力は落ちにくい。わかる？オープンスタンスで言い方したらあれやけど、 L 字の形で持ってた、この形で持ってた方が一気にフォーマンスが理にかなってる。困った時にはこの調子で調整をし直すと元に戻るかもしれない。オープンスタンスにしなさいという理論ではなくて、オープンの方が理にかなってるけど自分はこっちの方がヒット出ればそれ全然いいと思う。直す必要ないと思う。でも練習方法の一つでその感覚をつかませる一つの方法として L 字、 L 字ね、 L 字っていうのはこの足に対してこういう感じで L 字に足を持ち込んで練習をすると脱力の感覚を思い出して、フォローを使ってフォームを調整することができるんですよ。これスローイングの方向から考えたらバッティングスローイングの方は右側で転換スピードを上げることができるんじゃないかな。で、落合さんとかあと、ね、バッティングの、ね、講座ね、移動のやつだったりするんだけど、その人たちも L 字してるんですよ。で、L 字も遠くになればなるほど軸の移動が難しい。近くへ近いほどそれがやりやすい。ピッチャーの先生が教えてる後ろに吹き合って一緒の理論、二軸にするための簡単な裏技のポイント。 OK ですか？はい、それが分かってくれた上でちょっと今から続けてみる。
いします。あら、ちょっとやばい、ちょっとやばい、俺がやばい。テンポ使ったんですね。これは伸びそうな。ごめん、取らせてもらった。まず硬い。筋力ない。あ、ごめん。